今日私がこれ演技して言ってるんじゃないです。普通にしゃ普通演技して喋ってるんではなくて、普通に喋ってこういう感じになるんですけど、いつもの喋りと全然違いますよね。マスク取るとマシになりますけど、今日私が出やすくなっちゃった。今日私でもいつもに比べて変ですよね。喋りにくいですね。金光橋とか行きまくって、さらにここ大井山積、金光橋も前の時で喋りにくいって言ったじゃないですか。で、大井山積だけでも喋りにくいんですよ。で、大井山積と金光橋両方混ざったことによって今のこの喋りの声になって、作ってはないです。で、これを解除する方法、出すとかも、何ね、帽子とかを脱いで出すとかも言いましたけど、それだけじゃあの効果がなくて、金光橋がメインであって、一番出にくいと、ところが金光橋の逃げ身と真っ赤濃いところで、大山積みがもう全部広がってるんですけど、そこじゃなくて金光橋がポツポツ濃いところ、そう通るたびに金光橋が混ざって声が出にくくなる。両方のやつで、この対処法ですね。昔から私喋りにくいって言ってた、これが金光橋と大山積み。でもこれね、相殺して結構消えたんですけど、これ金光橋のところのお店で買ったよね。金光橋がこういうお店のところで買った。ちょっと変な感じで喋ったし、止まらしたんだ。これをポケットに入れて、この前の方が声でね、くくするダメージ与えるので、これをポケットに入れて、手前にしてポケットに入れて、こうやるとほら、ちょっと声マシになった感じ、ちょっと強くなった感じあるじゃないですか。これでかき消されていくってやつ、マシになる。で、これでポケットから前に金光橋も飛ぶじゃないですか。飛んで周りにあるやつ、金光橋もぶつかって相殺されて消えるってやつで、これでだけじゃなくて、金光橋は自分入って金光橋を強くするっていうのがあるので、ポケットに入れることによって私が強くなるっていう、まあ声が強くなったでしょ。私定期的に、で、私がの高い側のやつで声強くなるはありますけど、金光橋のやつでちょっと強くなった時も定期的にちょっとあることはあります。あるか。で、マシになったでしょ。今ずっとなんか超ダメージ与えられてるって感じだったでしょ、喋ってて。今なんか幸せな、落ち着いた感じになってきた。ダメージ与えてたのか、これね、金光橋と大山積両方混ざるとこうなんですね。どこの金光橋でもこうなるんじゃなくて、大山積だとこういう感じになるってやつ。他のね、全部金光橋喋りにくいってあるんですけど、ここはね、ほんと大山積とこは金光橋が混ざると全力で喋ることもできない、そういう場所がある。で、今も大丈夫になったからちょっと喋りにくくなったのか、今ね、大山積の濃い人がね、通ったことによって混ざったんです。大山積が混ざって、で、私の金光橋よりやっぱ大山積、どっちなの、大山積だけなのか、ちょここ言えないんですけど、大山積のやつも強くするのと弱くする両方あるんですね。金光橋のやつも手前にするとも出しますけど、手前にするとダメージ与える、なんか嫌な感じになったでしょ、この嫌な感じ。今ね、金光橋のやつで、こっちにするとまあマシになったでしょ。マシになったけど、これ私の声が弱くなってるんですね。この手前のやつが私に向かってるから、これ向かってるのわからない、いい感じにしてるでしょ。わからない、いいねやつで言いづらくしても、金光橋のやつ、こういう技で、向こうに向けると自分が強くなる、自分に向けられると弱くなる。でね、金光橋のお店ってね、金光橋の方がいるんですね。店員の方、金光橋入ってるので、だから、ね、店員の人は強いけど客の人が弱くなる。店員から客に向かっていくから、客にダメージを与える感じになってる。だから金光橋のお店行くと毎回、ね、超声が震える。今のこの喋りでまだマシなんですよ。超変な感じで震える感じで、特にね、カード出す時とか、ね、
クレジットカードでも楽天カードでお願いしますとか超言いづらくなるんです。それがやってるで、ね、大宮町みたいな店だとまあ大丈夫なんですね。根高橋が混ざるとこうなるんです。